今年から中日ドラゴンズに移籍した中田翔選手の自主トレに密着。中田選手のフィジカルがエグすぎた。さあ、それでは中田選手のトレーナーをされております、はい、秀島さんに来ていただいております。毎年あの自主トレは中田選手見られてると思うんですけども、はい、今年はどんなことをされてきたんですか？怪我を、ね、しないように、小さな、ね、あのここの筋肉はあまりあのパワーを出さないで全体で出せるように、まあ、そういうことを意識して、筋肉の連動っていうのをさらに意識してトレーニングします。さらに秀島さんはここを力説する。その角から末端に連動するようなもうランメニューも、ウエイトトレーニング含めたトレーニングも行ってます。ラントレはその何メーター何本とかいうとどのくらいのメニューされてますか？何メーター何本っていうよりもですね、なんかその、まあ、分かりやすく言えば1時間半ぐらいは走ってます、はい、まあ、ジャンプ系も入ったり、はいはい、いろんな種目が、あとファンクショナルのトレーニングも入ってきますので、まあ、1時間半ぐらいはトータルでやりますかね。でもクラス走れるでしょ？走りは好きなんですけど、はい、1時間半走れって言われたら厳しいかもしれないですね。種目だけでも、まあ、16、7はやるので、はい、中田選手って体も柔らかいんですよ、はいはい、すんごい体柔らかくて、はい、もう内外線もすごく柔らかくて、それをまず落とさないっていうことが、まあ、大前提なんで、その中でトレーニングしていく。あのよくね、トレーニング、ウェイトトレーニング風景とかね、載せるとね、みんなね、どうしてもね、今、鍛えの流行ってません？巷で、コンテストとか。あ、ボディービルとか。そうそうそう。だから、ウェイトトレーニングって、みんなね、フォームとかって一つだと思っちゃってるんですよ。だから、僕たちもスポーツのトレーニングをしてるときに、ウェイトトレーニングってウェイトを使用するんですけど、そのね、手段はウェイトトレーニングでも、目的が違うわけですよ。目的が筋肉をつけるのとパフォーマンスを上げるってまた別なんですね、はい、みんなはそのウエイトとこのフォーム違うんじゃないの、それじゃ効かないんじゃないの、効かせてるわけじゃないんですね。福井さん、バット振っててどこ効いてるなってあります？それないです、ね、ないでしょ。体全体使わないといけないです、はい、むしろこの重りをね、例えばここに100キロの重りがありました。この100キロの重りを感じないぐらい、重さを感じないぐらい瞬発的にこの物体を移動させたいわけですよ。どちらかというとパフォーマンスを上げるんで、このウェイトトレーニングで手段でも目的は全然違うんで、それによってやり方も全然違うんで、けど今はもうどうしてもウェイトトレーニングでこのボディメイクの方が結構ね、うんうん、盛んじゃないですか、はい、まあ、そっちでね、あのそのフォームだと例えば、2頭に変わるで2頭に効かないんじゃないのって、2頭に効かしに行くわけじゃないんでね、え福井さん、スポーツやってて効かしに行かないでしょ、はい、全てはもう140試合を、うん、まあ、言ったらもうバランスよく体を使えるために、そうですそうですそうです、バットが軽く振れるように、そうですそうです、そういったためにウェイトを取り入れるという、そうです、まあ、軽く振れるように、その中の軽く振れても重心っていうのをしっかり感じながら振れるような、はい、秀島さん、よく言うのがあの、はい、日本人の腸腰筋の大きさは、はいはい、あの欧米の選手と比べて3分の1だ、はいはいはい、よくおっしゃってるじゃないですか、断面積ね、はい、中田選手はどうなんですか？太いですよ。じゃあ中田選手はその欧米と比べても引けを取らないぐらい、引けを取らないって言ったら言い過ぎになりますね、はい、それ中田選手でもまだ、はい、そうですそうです、はい、だからそういう細かい部分もやりますよ、はい、その腸腰筋の太さをカバーする、うん、そういった筋トレをされてしてます。パワーをつけてる、ケトルベルを使ったり、はい、まあ、いろいろあの要は、ね、その辺動画でまあ見したりしてないんですけど、あの基本的にウェイトトレーニングではなかなかつかない部分なんですね。だからそこだけも個別にしっかり補強していく、そして補強して作ったものを次は使えるようにしていく、例えばパワーポジションに持ってたり使えるようにしていく、そしてそこから始まる筋肉の連動と意識してトレーニングをしていき、それを野球につなげていく、はい、まあ、それがね大事になってくると思います。毎年秀島さん監修のトレーニングを積み重ねている中田選手の動きに注目。膝、うわ、このフォーム、うわ、これ、オッケー、全然ちゃうやん、はい、あれ、あれ、完璧やん、潰れてる、潰れてる、潰して、こっち、潰して、潰した、飛べ、はい、潰せ、こっち潰せ、そう、そう、潰す、わかる？すぐ立ち止まる、あ、なっちゃった、はい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 、いいよ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 、よ
ほら、はい、全然ちゃうやん。ほら、はい、早い、全然ちゃうやん。ほら、合わして合わしてペースを。ここまで乗ってんもんな。ハンパ使って、ハンパ使って地面しっかり蹴ろうね。あーじゃあ、じゃあ、じゃあ。そうか、今すごいホームやったね。そうやろ。うん、股関節乗り倒しだ、今のほうが。そういうことやってる倒し。乗り倒し。股関節いけな。潰さな、ここで一回がクラッシュしな。クラッシュ、潰す。クラッシュ。うん。クラッシュ。クラッシュ連続。クラッシュ。クラッシュ。クラッシュ、そうそう。バネ使わんと。パワー使えないよ。バネ、まあ、すごいふにゃふにゃしてんね。いやーふにゃふにゃ。ふにゃふにゃしてる。じゃあ、どうしよう。じゃあ、中見せろ。中側見せろ。これ見せろ、これ。こっち。そっちゃおう。なんて書いてるの一生懸命。やろ今一生懸命やってる足りないです。足りないでしょ初心に帰ろう。ちょっと有言実行しないと。フォースだね。地面に出てるんだって。よし、あんなに違うんですね。全然違うでしょ。股関節の使い方が違うとね、例えば股関節をうまく使うと、はい、裏側もうまく使えるんですよ、はい、力発揮できるんですよ、はい、で股関節をうまく使わないで膝でやってしまうと太もも前だけの運動になっちゃうんです。あ、じゃあつまりじゃあ皆さんは膝で行ってしまってる。膝で行ってしまってる。それを股関節を締めて後ろがハム、臀部を使ってパワーを出してくれるといいんですけど、使ってる筋肉のデカさが違うんです。そうそうそう。だから中田さんはあんだけ飛べるんです。そうそうです。出力の仕方が違うんです。姫さん、姫さん。横の時お前そんなんでここ行かれへんやん。そうそうそう。うん。そうそう。おお。やばい。二十。あ、一。おーおーおーなんかもう。めっちゃ締まってるわ。はいはいはい。あき。めっちゃ締まってるわ。うわおお。ケツ上げんな、ケツ上げんな。頑張れ最後。あ、そこで上げたら意味ないよ。オッケー。チチ。まさに中田選手全くぶれないです。ぶれない。もう閉まここはね。閉まってるさ、しっこがですかね。三十。ここ閉まってないでしょ。はい。閉まってるんだ。なんかグラグラが一切ない。はい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 。全くグラグラない。てどうした？おーい。し。これもトレーニングの賜物なんです。そうですね、見てください。もうここは閉まってないですよね。どんどん腰が上に立ってきてますし、はい、これってね、ここは閉まらないですよ。こうやっても閉まらないんですよ、はい、ここ閉まらないと。ここに物を挟ん、タオル挟んでて、はい、引っ張っても取れない状態にしとかないといけない、はい、そうするともう、こっちは骨で、まあ、骨で立てるし、こう骨でバランス取れる。はい、あーやばい。お前折れんがきついやん今日。はい、それで、ゴー、はい、すごいな。はい、はい、シーチ、はい、そっか、中田さん全くぶれないですね。全然違う、全然違う、はい、50、はい、オッケー、あーお前まだまだあるぞ。すごいな、使い方が違う、使い方なんです。そうそうそう。で、これを、だからつまり中田さんはその全部の筋肉使ってるんで、そうそうそう、疲れないんですね。あ、何回、あー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 、全然できんやん。50回だったのラスト10、気合なんかいらんよね。え、使い方だけで楽よね。意識やこれ。アップにも入ってないスピードが、ね、意識しようねっていうだけだから。はい、股関節使えたらしんどくないの。そんなにね、全然楽。100全然いける。最後仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。